木田真理子は日本人の女性バレリーナ。大阪府生まれ。現在はフリーで活動中。4歳からクラシックバレエを始める。千里国際学園高等部、立命館大学産業社会学部卒業。1999年、第56回全国舞踊コンクールのバレエジュニア部で4位入賞。同年より、ソーダバレースクールに所属し、ソーダ静子、原田高。 夏山金久に指示日本では不遇の時を過ごすが、千里国際学園に1年生の時、2000年のローザンヌ国際バレエコンクールで入賞。一躍注目を浴び、次世代のエースとなる。その後サンフランシスコバレエスクールを経て、カナダのアルバータバレエ団やレグランバレエカナディアンで活躍。欧州の優れた振り付け屋たちと出会って、 現代舞踊をもっと頑張りたいと思い立ち、2009年にスウェーデンのヨーテボリバレエ団に移り、その後ヨーテボリの監督と伴いに、プリンシパルダンサーとしてスウェーデン王立バレエ団で活動。2014年、バレエ界のアカデミー賞とも呼ばれ、最も権威的な賞のうちの一つである、ブノワ賞を日本人として初めて受賞。現在はスウェーデン王立バレエ団を退団し、 フリーで活動中、ありがとうございます。